皆様、本日はご多忙の中、アルナスルジャパンツアー2023来日記者会見にお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日の司会を務めさせていただきます山田舞と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は監督と3選手をお迎えする予定ですが、まずはじめにアルナスルジャパンツアー2023概要のご説明、来日メンバーの発表をさせていただきます。その後会場に到着次第、ルイス・カストロ監督と3選手にステージへご登壇いただきます。最後に質疑応答フォトセッションもご用意しております。本日はどうぞ最後までよろしくお願いいたします。それでは改めて監督選手が来場されるまで、私から今回のアルナスルジャパンツアー2023の詳細をご紹介させていただきます。まずはこちらをご覧ください。アルナスルジャパンツアー2023のキービジュアルです。このキービジュアルはロナウド選手、タリスカ選手、アルガナム選手、アルアキディ選手、ガリーブ選手、それぞれの選手の覇気を表現しております。竜巻のような演出はアルナスル FC のテーマカラーである青や黄色と日本文化の毛筆にインスピレーションを得ています。この毛筆のデザインはウェブ、会場装飾、グッズなどに展開をしております。そして今回対戦するチームのご紹介です。今回の招待チームはアルナスル FC のみならず全員超人、フランス一部リーグからパリ・サンジェルマン FC、 そしてイタリアセリエ A から FC インテル・ナツィオナーレ・ミラノ、コッパイタリアを2連覇、ウェファチャンピオンズリーグ決勝進出と今最も勢いがあるチームといっても過言ではありません。各国のスター選手が所属しており、21、22シーズンではスクデットも獲得、言わずと知れた名門中の名門です。日本では FC 東京所属長友選手が所属していたのは記憶に新しい人も多いのではないでしょうか。これだけの試合を日本で見られる機会は多くないと思います。非常に貴重です。日本のみならず世界中の方々もこれは見たいとなるマッチメイクが実現しております。では続きまして、アルナスルジャパンツアー2023の主催主幹のご説明をさせていただきます。大会名称はアルナスルジャパンツアー2023、主催公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ、主幹一般社団法人大阪府サッカー協会、株式会社セレッソ大阪となっております。試合ごとの詳細は配布させていただきました詳細資料をご参照ください。そして企画制作は株式会社サーカス、株式会社 D スポーツとなります。続きまして試合日程のご説明をさせていただきます。ドリームマッチの第1試合はいきなりこの対戦の実現です。アルナスル FC VS パリサンジェルマン FC、 日程は7月25日火曜日、キックオフは19時20分を予定、会場はヤンマースタジアム長居。クリスティアーノ・ロナウド選手と各チームの選手との対戦がいきなりの初戦ということになります。そして第2試合はアルナスル FC VS FC インテルナチオナーレミラノ、日程は7月27日木曜、キックオフは19時20分を予定、会場はヤンマースタジアム長居。どんなハイレベルな戦いが繰り広げられるのか、皆様と共に世界を体感したいと思います。続きまして来日メンバーの発表をさせていただきます。ゴールキーパー1番アミン・アルブカリ、33番ワリード・アブドラー選手、44番ナワフ・アル・アキディ選手、ディフェンダースルタン・アルガナム選手、アブドゥラ・マドゥ選手、モハメド・アル・ファティル選手、5番アブドゥレラ・アル・アムリ選手、13番ジスラン・コナン選手、20番アレックス・テレス選手、78番アリ・ラジャミ選手、
ミッドフィルダー、6番セコ・フォファナ選手、8番アブドゥル・マジード・アル・スライヒーム選手、11番ハリド・アル・ガンナム選手、12番ナワフ・ポシェル選手、14番サミ・アル・ナジ選手、17番アブドラ・アル・ハイバリ選手、19番アリ・アル・ハッサン選手、21番ヌクタル・アリ選手、31番スフルリ選手、77番マルセロ・プロゾビッチ選手、フォワード、7番クリスティアーノ・ロナウド選手、18番アブドル・ファッター・アダム選手、23番アイマン・ヤヒア選手、29番アブドゥル・ラーマン・ガリーブ選手、46番アレレワイ選手、94番タリスカ選手。以上26選手が熱い戦いを繰り広げてくれます。では続いてチケットについてご案内いたします。アルナツルジャパンツアー2023の今回発売いたしますチケットにつきまして、試合を行います大阪のヤンマースタジアム長居では、カテゴリー1から4、ツアー公式グッズのついたファンシート、各種ホスピタリティシートをご用意しております。各種座席位置についてはこちらのスクリーンをご覧ください。今回ご用意させていただいた各種ホスピタリーチケットについては、スタジアム内および周辺エリアで国際水準のホスピタリティを提供します。リッチな空間での豪華なフード&フリードリンクの提供や、ツアー公式グッズのセット、さらにはホスピタリティチケットのランクに応じた限定記念品のプレゼントなどを予定しております。そしてチケット購入者の方を対象に、追加料金でさらなる体験ができるアップグレードメニューも発売しております。まずカテゴリー1を購入された方を対象に、ピッチサイドシートのアップグレード販売を行っております。こちらのシートは選手と同じピッチレベルで観戦することができる特別な観戦シートです。めったに見れない機会ですので、ぜひご応募ください。そして2つ目のアップグレードメニューは NFT デジタルチケットです。 NFT デジタルチケットはブロックチェーン技術によって所有が証明される NFT で、世界に一つの自分だけの唯一のものとして、アルナスルジャパンツアー2023に参加した証を NFT の形で一生保管しておくことができるチケットです。こちらはすべてのチケット購入者を対象に一律2万円となりますので、チケットをゲットされた方はぜひお申し込みください。そして最後に3つ目のアップグレードメニューは宿泊プランです。こちらは試合当日にホテルに宿泊できるプランになっております。遠方からお越しの方などぜひご活用ください。続きまして、今回発売するオフィシャルグッズはこちらです。前回オンライン発売はなく現地での購入のみとさせていただきましたが、想像を超える長蛇の列で購入できない方が続出しておりました。今回はオフィシャルホームページ内グッズ特設サイトにて販売しています。特設サイトでしか購入できないプレミアムグッズも発売しております。告知はオフィシャル SNS およびホームページ、オフィシャル SNS も開設済みですので、ぜひ皆様最新情報をご確認ください。そして今回のツアーもドリームマッチ以外にも、各チームの公開練習、キッズサッカークリニック、ファン交流イベントなど、さまざまなアクティビティを予定しております。アルナスルジャパンツアー2023オフィシャル SNS、 オフィシャルホームページをご確認ください。以上、アルナスルジャパンツアー2023の詳細でございました。さあ皆様お待たせいたしました。到着されたようです。それでは早速ステージへご登壇いただきましょう。大きな拍手でお迎えください。アルナサル FC Welcome to Japan、 ルイス・カストロ監督。 Welcome to Japan、 スルタン・アルガナム選手。
カ選手。クリスティアーノ・ロナウド選手。皆さんご存知かとは思いますが、改めてご紹介をさせていただきます。ルイス・カストロ監督、7番フォワードクリスティアーノ・ロナウド選手、94番フォワードタリスカ選手、2番ディフェンダースルタン・アルガナム選手にお越しいただきました。どうぞ本日はよろしくお願いいたします。さあ、ということで日本のファンはいよいよ来日してきてくれたと、待ちわびておりました。まずはこのアルナスルジャパンツアー2023の意気込みをお聞きしたいと思います。まずはカストロ監督、いかがでしょうか。皆さんこんにちは。本日はとても光栄に思っております。アルナスルですね、を代表して日本に来ておりますが、とても大きな責任を感じております。とてもチームのイメージ、良いイメージを残したいと思いますし、良いプレーをして、そして最高の試合を2試合をやりたいと思います。ありがとうございます。では続いてファンへコメントを一言頂戴したいと思います。まずはクリスティアーノ・ロナウド選手からお願いいたします。ロナウド、非常に光栄に思っております。 It's my fifth time here.日本に来るのは5度目ですね。そして this amazing journey, この素晴らしいこのツアーの一員としてアルナサルの代表として before, 今コーチが言いましたように、監督が言いましたように、2つの偉大な試合を行います。そして皆さんこちらを楽しんでいただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてタリスカ選手、お願いします。Boa tarde a todos. さん、こんにちは。É um prazer imenso estar de volta aqui ao Japão. 非常に日本に戻ってこれて光栄に思っております。ね、アルナスのシャツを着てですね、この偉大なシャツを着て、representar bem o nosso clube aqui no Japão. このクラブで最高のパフォーマンスをしてですね、良いプレシーズンになればと思っております。Isso para a gente é uma grande honra. Estou muito feliz de estar aqui de volta ao Japão novamente. とても光栄に思っておりますし、また来日できて嬉しく思っております。ありがとうございます。では続いてスルタン・アルガナム選手、お願いします。サラームアレイクム。皆さん、こんにちは。アナサイドベトワジディレフェリアバン。今こうして日本に来ることができて、2回目に来ることができて、楽しく嬉しく思っています。お呼びいただきありがとうございます。この経験が素晴らしいものになると思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、では続きまして、事前抽選に見事当選しました3名の方に登壇いただきまして、本日お越しのクリスティアーノ・ロナウド選手、タリスカ選手、スルタン・アルガナム選手へのインタビュータイムとなります。それでは3名の方、ステージにお願いいたします。ようこそお越しくださいました。では早速ですが、まずはお一人目の松村ゆなさん、質問お願いします。松村ゆなです。9歳です。タリスカ選手に質問です。サッカーをしている中で一番嬉しかったことは何ですか。また辛い時はどうしていますか。一番feliz como jogador, como atleta de futebol, foi o momento que eu podia ter a oportunidade de assinar meu primeiro contrato com o Sport Clube Bahia. Foi uma conquista muito grande para mim. Foi um momento muito difícil. Foi quando eu acabei tendo uma lesão muito séria no joelho, onde eu
acabei sendo parado de um campeonato que estava fazendo muito bem. Estava na época, estava jogando pelo Besiktas, então foi um momento assim muito triste para mim. Besiktas, né? De prestar, していたんですけども、それで大会を参加できなくなりました。Obrigado. はい、ありがとうございます。では続いて永谷東佳さん、質問お願いします。永谷東佳です。6歳です。アルガナム選手に質問です。子供の頃にどんな努力をしていましたか？そうですね。小さい頃は自分の自信を高く持って選手になるんだという努力をすることですね、サッカーに。そして何も怖がらず、自信をしっかり持って、そうすればすごい有名なサッカー選手になれると思います。ありがとうございました。ありがとうございます。では最後に稲田さくらさん、お願いします。稲田さくらです。何歳です。ロナウド選手に質問です。ロナウド選手の次の夢は何ですか？Well, we have many. This year we have many. あるんです。今年もいろんな夢があります。まずできるだけトロフィーを勝ちたい。Very difficult. この先難しいことですが。But I think we have a good team. We have new coach. We have new players. 新しい選手が入ってきて、さらにですね、我々目指すものが多くなっております。ですので、今年は素晴らしいシーズンを期待していますし、もちろんですね、私はたくさんのトロフィーを勝ちたいと思います。Let's see what's gonna happen. どうなるか楽しみにしてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では記念撮影を行いたいと思います。皆さんステージの中央でお願いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。では選手の皆さん、そのままお待ちいただいて、3人の皆さんありがとうございました。どうぞお戻りください。さあ、ではここからはメディアインタビューに移らせていただきます。では、ご質問あります方、挙手をしていただきまして、所属お名前おっしゃっていただいてからご質問いただきますようお願いいたします。はい、ではご質問ございます方、挙手をお願いいたします。では右側の、すみません、皆さんから向かったら左側ですね、左側の前から 4列目の、はい、そちらの白いシャツの男性お願いいたします。マイクいただけますか、お願いできますか。すみません、大阪の読売テレビの、堀井場と申します。クリスチャン・ロナウド選手に質問です。今回、来日が、数回経験が5回ほどあるとのことで、まあ、アルナリスの一員としての、ね、まあ、来日を初になるとお聞きしましたが、今回改めて日本のサッカーのファンに向けて、今回ご自身の注目してほしいプレーやパフォーマンス、そういったのがあれば教えていただきたいです。
Well, as I say before, we are so happy to be here. 今も言いましたが、まずここに来れることが嬉しくと思っております。アルナスルは初来日ですので、ここで2つの試合をやります。とても良い対戦相手なので、ですね、で我々の準備にとってもとても良い試合になりますので、ですのでこのアジア、そして日本における人々が非常にサッカーを愛してですね、我々に注目してくれて、そしてそれに私たちは貢献できる、そして私そこで私たちは私たちのベストを尽くしたいと思いますし、2つの素晴らしい試合をできればと思っております。ありがとうございます。では続いての質問に移らせていただきます。では、後方の女性の方、青い服を着ている女性の方、お願いいたします。日本テレビズームインサタデーの国本梨沙です。ロナウド選手に質問です。ロナウド選手は2015年から EMS トレーニング機器シックスパッドと契約されていて、シックスパッドは今回のツアーのメインスポンサーでもあると思うのですが、ロナウド選手にとって体幹の強さを鍛えることはピッチでできるだけ長く最高のパフォーマンスを発揮するための鍵になっていますか？ Yeah, I'm so happy とても嬉しいと思っております。この MKG ですね、一緒にのファミリーの一員であること、そしてこのイベントの主催されているというのもよく知っています。で私は最高の体格ですね、体幹をつけて、それは MTG の製品が最高であるとともにですね、私はですからその一員のであることにとても嬉しく思っておりますし、ここには MTG の社長さんもいらっしゃいますし、で今後もですね一緒に仕事をしていきたいと、明日ですね、まあこの先ですね、まあ、どのようなスケジュールになるか知りませんが、26日の話ですね。承知しました。とても嬉しく思っております。ありがとうございます。では続いての質問お願いいたします。ではこちらの後方の眼鏡の男性の方、お願いいたします。テレビ朝日久保田といいます。監督にお聞きしたいんですけども、日本で試合するのは初めてだと思うんですが、こう来日ツアー決まった時の心境っていうのはどうだったんでしょうか？Trazemos sempre boas expectativas nos inícios da época. プレシーズンはとてもですね、大きな期待が常にかかるものです。今、チームを作っているところで、また選手もまた加入します。ですから、時間が必要なんですが、まあ、どんどんですね、チームは出来上がっているというふうに思っております。そして、このチーム作りというプロセスは非常に時間がかかるもので、一方でですね、時間がかかりながら、常にですね、新たなチャレンジがこう舞い込んでくるということですね。今、この先2つの試合は大きなチャレンジですし、最高のパフォーマンスを求められます。でまたそのおかげで我々はシーズンに向けて良い準備ができると思いますし、我々の目標は非常にはっきりとしています。今クリスチャンが言ったように、参加する大会は全てトロフィーを獲得するということです。そのためにはプレシーズンを最高のものと最高な形で参加してですね、そして最高の形でシーズンに入ると。ですのでこのような日本のツアーもですね、非常に重要なものだと考えております。 PSG そしてインテルと試合ができてですね、そして今ですね、我々はまだその最高のピークにまだ到達しておりありませんが、まだ選手も加入してきますし、チームも成長してきますし、もう少し先にピークは来ると思いますが、それでも今ですね、こうした強い2つのチーム、ビッグチームをですね対戦するには十分な力があると思っています。はい、ありがとうございます。では続いての質問に移らせていただきます。ではこちらの、通路側の男性、一番最前列の、はい、そうですね、半袖の黒い服を着られた男性、お願いいたします。男子力 JP のあたかと申します。タリスカ選手にお伺いしたいんですけど、日本のサッカーに対するイメージと、あとはその日本の選手で印象に残っている方がいたら教えてください。Acho que
A imagem que eu tenho do futebol japonês é uma imagem muito boa. 日本のサッカーについてはとても良い印象を持っています。日本のビッグクラブとですね、私はガンズの時に、広州恒大ですね、時にプレー対戦しましたので、とても良いプレーをする、とてもしっかり作ったサッカーをする、高いクオリティを持ったサッカーだという。で、たくさんの選手も知っています、日本人選手。今、好きなのはですね、9番、浦和レッズの9番、名前はよく知らないんですけど、浦和レッズの9番が実は好きだったんです。ありがとうございます。ではお時間の都合で次の質問で最後とさせていただきます。ご質問ある方挙手をお願いいたします。では真ん中の、列の中央あたりの男性の方、はい、お願いいたします。 NHK の内松です。よろしくお願いします。ロナウド選手にお伺いします。以前ロナウド選手が日本に来た時に、ポルトガル語で、質問 して、ロナウド選手に、自分の可能性を信じて真剣に努力し夢を信じ続けることが大切だというふうにアドバイスされた少年が、高校サッカーの全国大会で優勝したというふうに伺っています。改めてロナウド選手に憧れるサッカー少年に、メッセージをお願いしたいのと、今回、日本では7年ぶりのプレーになると思うんですけれども、どんな姿を見せたいか意気込みを聞かせてください。I'm always saying the same thing. I'm happy that that boy achieved what he wants. 夢を達成できたということは嬉しく思っています。But as I say, 私が言っていましたですね、自分を信じること。Because the talent is not enough. 才能だけでは十分ではありません。もっと努力しなければなりません。才能を磨かなければなりません。そして、出なければ最高のものは達成できません。ですから、私の言葉がですね、少年に影響を与えたということはとても幸せに思っておりますし、同じようにですね、他の少年たちも成功できればという私の影響でですね、私は子供が5人います。同じことを私は望んでおりますし、その望む同じことをですね、世界中の子供に望んでおります。それはそれぞれの人生において成功をたくさん仕事をしてですね、成功をしていただくということです。ありがとうございました。では質疑応答は以上とさせていただきます。すごい勢いでバッテリーが減る。